自分でハイボールを作るとなると、こうウイスキーどれぐらい入れるかとか、あとは氷をどれぐらい入れるかとかによっても味が変わってくるので、自分好みに作れて楽しそうですね。私が好きなハイボールは何かな、そんなに高級なウイスキーを使ったハイボールは飲んだことがないんですけれども、ホワイトホースとか好きかもしれないですね。ホワイトホースって香りが特徴的で、すごくすっきりしてるじゃないですか。飲みやすくて好きですね。うん。あ、ストレートになっていきます、ウイスキー。いやー今ウイスキーを自分でストレートで飲む想像をしてめちゃくちゃ怖くなったんですけれども、いやー、だいぶ度数強いですよね、ウイスキーって 40% ぐらい次の日お仕事がある日は絶対に飲めませんねいつかもっと大人になって美味しいお酒をたしなめるようになったら、ウイスキーたくさん挑戦してみたいなと思っています。